こんばんは、カズマサです。今日の動画は、こちらヤフオクで、初めて、メダカを購入しましたので、こちらの、動画になります。初めて、メダカを、ヤフオクで購入っていうところで、まあ、かなり、ドキドキ、しております。まあ、海水水槽の方で言えば、サンゴとかは、ヤフオクで、購入したことあるんですけど、まあ、メダカ初心者の自分からしたら、まあ、メダカをヤフオクで買うっていうね、ちょっと、ドキドキしながら、競り落としました。まあ、放送の方はね、まあ、こんな感じで二重で、止められております。で、まあ、中をね開けると、まあ、新聞紙にもう軽く、袋に、軽く、新聞紙巻いてあるといった感じですね。それで購入したメダカっていうのは、こちらになります。ちょっとね見にくいかもしれないですけど、三色ラメっていう、メダカになります。で、初めて、改良メダカ、手を出してみました、初心者のくせに。で、値段が、やっぱり高くなるにつれて、かっこいい答えとか、綺麗な答えが、多いですね。同じ種類でもやっぱり、色が、濃いかったり、ラメが、強かったりするだけで、値段がかなり、違うといったところですね。まあ、この3色、ラメのメダカにしても、すごい高い、メダカもいたり、まあ、お手頃な値段もこもいたりといったところの、答えでしたね。で、この答えはメダカは、まあその間ぐらいの、価格でした。まあ、同じ県内だったんで、配送とかの負担も、大丈夫かなと、思って、この子を選びました。で、それでちょっとね、見ていきたいと、思います。ちょっと見にくいかもしれないんですけど、まあ、赤に、まあ、白っぽいので、まあ、ラメが、ちょっと乗ってるといった感じですね。で、こちらの画像が動画が、プラケースに、入れた、動画になります。まあ、かわいいですよね、メダカ。こんなにハマるとは思ってませんでしたけど、まあ、綺麗な個体かなと、思います。で、こちらが、黒い容器に、移した、動画となります。やっぱ黒い方に移した方が、まあ、色味が、分かりやすいですよね。ラメの強さとかも分かりやすいし、まあ、色具合も、分かりやすいですね。で、今右下にいるね、個体が一番、綺麗かなと、思います。右の下ですね。で、この子たちは、室内で、
育てていこうと、思います。まあうまくいけば、繁殖も、できたらいいなと、思っています。今日は、初めての、改良メダカの、購入の動画でした。ご視聴ありがとうございました。